瀬直し看護塾3分間劇場大きい応答。大きい応答の患者さんの場合にはまず結構大事なことなんですけれども、消化器疾患なのか非消化器疾患なのかということを早い段階で区別しておくということですね。消化器疾患の場合には消化管の詰まりもしくは穿孔ということで、例えば入れ薄や幽門狭窄、便秘、消化管穿孔といったことが考えられます。その他にはですね、炎症ということも考えられるわけですが、急性胃腸炎や急性膵炎、急性虫垂炎と、こういったものが挙げられますよね。非消化器疾患であれば緑内障や PPPV、 良性放射性頭位めまい症、急性心筋梗塞や頭蓋内圧亢進と、消化器に関わらずありとあらゆる疾患で大きい応答を起こすということが分かりますよね。そこで先ほども言いましたが、消化器疾患なのか非消化器疾患なのかということを早い段階で区別することが大事になってきて、そのポイントとしてはですね、食事との関連があったかどうか、食べたものとか時間ですよね、そして周りの人にも同じような症状があるかどうか、アルコールやその他の環境因子はどうか、これ薬物との関連で自分で飲んだということもありますが、換気扇の物質を吸引したりということもありますので、そういったことも患者さんもしくは一緒に来た人から話を聞く必要があります。バイタルサインはもちろん重要ですよね。バイタルを見ることによって緊急性の判断ができます。そして随伴症状、頻脈や頻呼吸、意識レベル、血圧動向、血糖、排便状況、霊感といった、こういった随伴症状を取ることによって消化器っぽいかどうかが鑑別できるということですね。特に注意したいのは危険な大きい嘔吐があるということで、脳出血、くも膜下出血、髄膜炎、急性心筋梗塞、糖尿病性ケトアシドーシス、アルコール性ケトアシドーシス、腎盂腎炎、高薬性イレウス、急性虫垂炎、卵巣捻転、精巣捻転、妊娠、薬物と、これらはですね、見逃すと命に関わることがありますので要注意ということになります。ではまとめです。消化器疾患か非消化器疾患かを早めに区別する必要があります。致死性の基礎疾患の随伴症状であることがありますので、その辺は気をつける必要があります。吐物による気道閉塞、窒息ですね、大量嘔吐による電解質異常、バイタル異常にも注意しましょう。